はい、あ、これです、はい、だから今日はね、しょってきました、はい、ラージャ、わかりました。いつやるかいけませんからね。それで捕まりましたのよ、はい、あ、そうなんですか、あの、はい、あれでスピード違反ですか。スピード違反じゃないですよ、車線変更、はい、車線変更だ、捕まったら初めてですよ、43年運転してるの。お母さん車の運転やめたのね、ラブちゃんね。目まんまぶるなじゃった。ラブちゃん、目目落ちるよ、そんな顔してると。ポロ。なんか面白いですね。削れちゃってるところもあるんですよ。これって一応切っとこうか。なんか掘ったんじゃないですか。あ、後ろ足に。はい。よし。だからもう話し飼いになりました。はい、もうこの人が決断したんです、うち中トイレにしてもいいって。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。そしたらそれを毎日よろしくよろしくって私が頼んだら、でも案外しないんですよ。しない、前は やったんだよね、うん、素晴らしい。昔ですね、スプレー、あの、僕が獣医になったばっかりすぐの頃にプレーリードッグのやっぱり飼い主さんがいらして、で、あの、狭いケージの中で飼っててストレスが溜まって、これそれでちょっと調子がおかしくなってるっていう話を差し上げたんですね。して、そしたらですね、その方はやっぱり放し飼いにして、そしたらですね、仏壇の中に巣を作ったそうで。仏壇、ご先祖様な。仏壇に穴開けてですね。ええー。それで中に巣を作って、あの、仏具屋さんを今度呼んで修理してくださいという話をしたら、こんなのは修理できませんって巧妙な穴を作ったんだ、はいはい、あ、でもね、それで今そこに住んでますっておっしゃってる、あら、仏壇に住んだことになっちゃったんだ、仏様、はい、でもこの人は本当にね、はい、お利口さんになりました、はい、まあ、チンチン取られちゃんだぞって言って、まんじゅってた、虚勢されちゃうからね、おしっこまくと。いいですか、虚勢しなくて大丈夫そうです。もう今もう怖い、かわいそうね、もしかしたらチャンスあるかもしれないよね。かわいいし、ハンサムだし、いいレディーがいたらね。え、うさぎ牧場を作るの、どんどん繁殖させて50匹ぐらい。うさぎって群れである程度生活するので、だってさ、そしたらさ、ほとんど伸びてない、お父さんになれるかもしれない、はい、ね、こんな可愛い顔してるから。ありがとうございます。うちの中だって、大丈夫、大丈夫だよって、ね、怖くないよ、ああして、口の中だ、そうだ、口の中、今度見れるカメラを買ったんですよ、あれ、どこ行っちゃったかな、その辺に置いて、あの、どこ行っちゃったかな、カメラね、階段のところに、階段のところにね。